あれ、ついに決勝戦か。ドリームキックは何もありだ。なんか運営ポルケロ関係ないか。あ、そう、裏ボス来た、裏ボス。運営混じってる。今日決勝？決勝らしい。決勝。そうなんです。裏面です。よかった、決勝出れた。あ、もうやっと肩の、やっと肩の荷が降りたと思ったのに。またやんのか。またやんのか。やっと肩の荷が降りたと思ったのに。6人いますからね、決勝進出者。いや、そうっすね。ゲームラ出身のメンツで。面構えが違えんだ。面構えが違えんだ。本当に違ったもんな。いやでもマジですごいよね、ガッキーとかリンゴさんとかね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。高木さんなんか老けたな、大丈夫。あと千人村仕様にしました。いや髪の毛の抵抗はなさそうだけどね。いやー肩の荷が降りた。お疲れ様でした、本当にボコボコにしてやろう。これでこれでケツにつけつけにつけて投げなく走らなくていいのかと思う。今日はエルボタン寝かしてええのか。必ずお前ら今日の速投げがいいのか。血が騒いじゃってる。闘技性がなくなります。しばらくやっぱりね、ちょっとね、ちょっとあの意識してね、マリカーを意識して走んなきゃいけなかったから。お利口さんになってたよね。うん、走りになってました。確かに皆さん、俺も利口さんになってたわ。てめえは別だろうが。解説するガードしてちゃんと、大変申し訳ございません。やばい。おいずてめえバカがよ。間に合える。間に合った。間に合ったねえだろタコは。